なので私がどんどん読んでいくので、うんうん、選んで、まあ、その理由とか感想も言ってください。うん、千葉さん、これ眼鏡外したらそんなに変ですか？私今日あのマスカラしかしてなくて、うん、千葉さんに眼鏡かけなさいって言われて。じゃあさっきツイッター見たけど、うん、ツイッターはなんかもうなんつうの、女子高生が、うん、頑張ってシャメ撮るんですよね。そう、ライティングを駆使して頑張ってシャメ撮りましたみたいな。うん、写真になっ、バイトの時って化粧しなかったんだけど、え、どういうこと？女子高生なのにライティングに。いや今日ね、あんま化粧してないけどこの顔で今から、うん、あのネットテレビやるよってツイッターに上げてるの写真を、うんうん、でその写真は、うん、すっごいライティングを浴びて撮ってて可愛く写ってるんだけど、今放送始めると思ってふって顔見たらすごいなんか、うん、そっちは画面でもないですよね。いや私はすごいひどいと思ったから、メガネかけだって言ったんだけど、まあいいよかけたくない。大丈夫じゃん、それでいいよいいよ。いいよいいよ、ファンはきっとそれでいいよって言ってるからいいよ。そのあられちゃんメガネもどうかと思うからいいよ、ね、はい、好きにして。はい、はい、いいですか、究極に食べますよ。はい、じゃあまずはペンネームジジバンさん。ジジバンさん。はい、二択、はい。ライブするならどっち、はい、強風の中でのライブ。大雨の中でのライブ。大雨。強風。じゃあ理由を、そうです。で、空飛ぶ。ほら強風が飛ぶ。私は逆にその、うん、飛ぶか飛ばないから瀬戸際が面白いかなと思って。ちょっとヒューってなるとちょっと、生え際とか見えてきて、ヒヤヒヤみたいな。でも歌えなくないですか？私たち歌詞だからね。まあそらそうだ。で、マイクに風が。大雨だって結構。マイクがほら。あー。どっちにしても。この辺ですね。でも、いや、水も下からいい女って言うからね。うん。まあ、それ以上言うといろいろ問題が次行きます。またライブ。はい、ですね、ペンネームはゴールドエクスペリエンスひろきさん。はい、ありがとうございます。はい、ライブをするのどっち？千葉さん、カメラが変。あー、大変大変、みんな、あ、治った。治った？治ってない、治ってない。赤い感じ、あ、違う。落ちたかもしれない。ちょっと待って。電池切れ。電池切れ？でも電池まだ45分で出てるのにね。赤いの何なの？いや、電池がやばいって。ちょっと待ってね。じゃあさ、そう、ここにあるの読んで。ひろきさんからのやつ。で、え？ああ、これ。じゃあ、私が読みますね。はいはい。ライブをするならどっち？前列300人が全員 KB の武道館、過去誰も見てない。2、ヤンキー300人の学園祭の体育館、過去誰も見る気がない。どっち？2。誰も2かな。ヤンキー300人の学園祭の体育館がいい。うんうん、だってさ、なんかこっちにさ、ホームに来たらさ、めっちゃ盛り上がりそうじゃない？うん、なんか超楽しい。ヤンキーに対して偏見はありません。そうだよね、超楽しいライブになりそうじゃないですか。確かにね。あの、すごい盛り上がってくれそう、一緒に。そうだよね。うん、警備員こっち見ちゃったらやばいもんね。うん、みんなだって背向けてるってことですもんね。うん、そうそう、警備員さんは。そうそう。なるほどね。うん、はい、わかりました。じゃあ次、ペンネーム、桜餅さん、ありがとうございます。はい、究極選択、はい、1ヶ月間、うん、携帯&パソコンが使えない、うん、もしくは、1ヶ月部屋から一歩も外に出られない、どちらですか？1、携帯とかいらない。それなの？1が携帯使えないんですよね。うん、そう、携帯パソコンが1ヶ月使えない方か、1ヶ月外に出れない方か、どっちか。いや、全然携帯とパソコンっていらないですよ。私余裕。1って何？え、1個目の方、携帯とパソコンってこと、うん、あ、そう、全然1ヶ月、1年くらい暮らすんじゃないですか。あ、そう、ダメやないか、私なくても生きていける。うん、いらない。私も仕事しなくていいんだったら全然、うん、いらないですよね。外出れない方が辛いよ。まあそうだよね。うん、意外と家でずっと YouTube がいいかなと思ったけど、うん、ね、でも携帯がないと外との更新の手段がないと家に行ってんの寂しい。しょうがない。うん、なるほどね。わかりました。意外とそうなのね。はい、じゃあ次、はい、ペンネーム秀樹さん。ありがとうございます。はい、結局の選択、ピクニックに持っていくとしたら、1、神戸牛の肉巻きおにぎり、うん、2、フォアグラソテーを挟んだサンドイッチ。1、肉巻きおにぎり食べてみたい。私、じゃあいつもの2で。いつもの慣れ親しんでるから安心。
肉巻きおにぎりって流行ってるらしいね今ね、うん、食べたことない、ね、コンビニでも売ってるよ、なんかね下北にね、あるらしいですよ肉巻きのお店が。あ、そうよくトラックとかでも売ってる、中目で。へー、中身。もう一個秀樹さんから、はい、どちらか一つ身につけられるとしたら、うん、1パフューム並みのダンステクニック、うわ、2スマイレージ並みの若さ、スマイレージ的な若さ、違う、スマイレージ並みの若さっていうね若さでしょ。じゃあダンステクニックかな。あ、そう、もし身につけられるだったら欲しいですもん。もうね若いのはもう今はね、若ければ何でもできるから、うん、私は若い時にしてたい、その吸収できる時に、うん、歌とかダンスとか全部。まだ若いよ、うちらも、きっと、きっとね、きっと人生長い目で見れば、うん、なるほどね、わかりました。じゃあ次、ヘイブンさんから、はい、はい、究極の選択、うん、就職するならどっち、はい、1、いじめに遭うけどお給料高い、うん、2、楽しい職場だけどお給料低い。楽しい職場、私も楽しい職場で給料低い、うん、あ、そう、うん、なるほどね、分かった。じゃあ、まあ、もう一個ヘイブさんから、親友にするならどっち、はい、1、わがままな子、うん、2、気を使いすぎる子、1、自分が気を使うってことですか、うん、相手がすごい気を使いすぎちゃう、うざいぐらい気を使っちゃうお友達か、うわ微妙、すごいわがまま、これ超究極だ、結構難しいよねこれね、えら即答だったね。私好き、相手のこと友達になるんだ、多分その子のこと好きだから、わがままなのも多分好きな気がする。ほー、気使ってもらうのは気が、やっぱこっちも悪い気がするから、そのわがままも好きで友達になってるかな。めっちゃ難しい、難しいね、わがままの方がいいかな。でもわがまま、うん、あ、そう、わかった。これね、ヘイブさんもう一個面白いのが来たんで読んでいいですか、うん、はい、どちらの彼氏を選ぶ、うん、1、髪型を変えても気づかない彼氏、2、うん、記念日を忘れる彼氏。それどっちを選ぶじゃないですか、あれでもどっちをより忘れられたら嫌かってことですよね。そういうこと、私は髪型かな。おお、分かれたね、うん、髪型気づいてほしいんだ、リサ。逆、記念日はどうでもいい。あ、そうそう、記念、うん、そう、記念日忘れられてもいい、別に、へー、消去法というか、うん、記念日は忘れててもいいけど、あー髪切ったみたいな言われたい、欲しい、でなもそういうこと、ああ、そういうこと、うん、なるほどね。ちなみに私はどっちも忘れられてもいいです。だからそれは選ぶから究極なんですよ。あ、そうかそうか、まあそうだよ、ね。だから究極なんですよ。そうかそうか、確かに。選ばんと。わかった。はい。千葉さんどっち？千葉さんどっち？どっちかな。記念日は。どっちもどうでもいいんだけどな、私。まあでも記念日は本当どうでもいいから、うん、忘れてもいいの。そうな。ただそういう意味で一緒ってことか。うん、そうですね。そうですね。はい。じゃあ次、ペンネーム、阿部さん。ありがとうございます。はい、結局の選択、調味料、死ぬまでどちらか一品しか使えないとしたらどっちを選ぶ？醤油。ん？まだ言われてないぞ。1、醤油。2、塩。醤油。ずっと使う方ですよね。そう。塩。そうだよね。塩がいい。醤油沸騰させたら塩できるんじゃない？なんか頑張ったら。そうかな。できないかな。なんか、ぽいものはね、出てきそうだけど。黒い感じの。これメール見て醤油だと思った。あ、そう。あ、本当に。難しいね。塩かな。はい。で、次、ペンネーム、ゆうとさん。ありがとうございます。二つ言います。一個目、はい、どっちのアイドルがマシ？マシ？やるとしたら。うん、1、顔出し NG のアイドル。はいはい、2、喋り NG のアイドル。やるなら？うん。顔出し NG のアイドル。顔出し NG、うん、で喋り NG、うん、あ、紙に書いてじゃあ話すダメでしょ、それダメダメ、フリップ、うん、フリップ、フリップって言ったちなみに、これライトな回答で即答で、うん、1日デートするならどっち、うん、1、起きてさん、2、ゴーさん、起きてさん、うん、起きてさん、なんでこれ王さん不人気じゃん、あれデート、一日デートですよね、あれどっちだろう、うん、どっちもネタとしては起きてさんだけど、うん、分からない、ネタとしては起きてさんって言ったら、でもあの会話に困らなさそうなのは郷さんかなって思う、郷さんと話が止まらなそうなの、起きてさんはあのちょっと私話せない、黙っちゃいそう、怖かった、怖かった、2人で楽屋にいてうわーみたいな